ムだ。2023年9月 JB トップ50第4戦は桧原湖で行われた K-TECH カップ予選は正木敦選手に密着取材。数年前に JB 桧原1年だけやってたんですけど、ほとんど未経験です。霞ヶ浦ホームなのでやっぱり霞ヶ浦っぽい釣りになっちゃうんですけど、まあ、ベイトフィネスってよく言われる部類の釣りは自分の中で得意ですかね。プリプラを1週間で公式プラクティス昨日で5日間プリプラの時はもうフル満水オーバーハングだらけだったんですけど、直前プラになってからは2メーターぐらい現状減衰しててプリプラは良かったです。公式プラクティスは、相当厳しい展開です。まあ、ラージマウスバスとスモールマウスバスの違いもありますし、ワカサギレイクっていうのも桧原湖ありますし、気分屋さんっていうイメージですね。はい、やっぱバッティングは魚いるところはみんなあの50メンバーなのでバッティングありますけど、釣り方が根本的に自分の場合は違うので、その釣り方でみんながやらない釣りをやってるので魚が口使ってくれればなっていうふうに思います。しかし予選初日、正木選手はノーフィッシュに終わってしまう。キャロクランクをもう今日ほぼ1日やりきりまして、まあ、練習からでもあのキャロクランクメインで練習してたので、朝一は南エリアに行きまして、まあ、思った通りに食わせたんですけど、予想以上に吹いてたので上手にフッキングが伝わらずに、はっきり分かるのは4発くらいですかね。やってる釣りがすごく強い釣りなので、クレバーのサイズが700からキロぐらいの魚しか来ないような釣りをしているので、悪い流れの時にやっぱりあのライトリグに変えないとなって、ただあのそういう気持ちで強い釣りをやっても中途半端になっちゃうので、必ず1日5発来るって信じて実際に練習で釣ってるので、エリアは結構あの全体で見てるので、あのここ行きたいあそこ行きたいってあまり考えずに、今日はちょっと深く考えすぎて負のスパイラルから抜けなかったので、あの本当に今日体感した風をよく読んであまり深く考えずにやろうと思います。予選2日目初日の強風は収まった。昨日ノーフィッシュだったので、まあ、今日は大きいのばっかりの釣りをしようかなと思ったんですけど、あまり反応なくて、途中からちょっとあの釣り方は同じなんですけど、あの釣れるエリアをちょっと変えてみたりして、これは5グラムだ。キャロクランクのシンカーを軽くし、シャローフラットで1本目をキャッチ。今日風がすごくあのいい感じだったので、シンカーを軽くしてあのクランクをちょっと生めかしく動かす、それが良かったのかなと思います。よし、上がってきた。その後3本目をキャッチしたが後が続かず、正木選手予選落ちとなってしまった。まあ、去年からのバスキャットのプーマ FTD 乗せていただいてるんですけども、ホームが霞ヶ浦になりますんで、やっぱりあの霞っていうと広大なエリア、まあ桧原湖もそうですけど、あの広大なエリアを結構距離も走るで、やっぱトップスピードも出さなきゃいけないフィールドなので、プーマが一番多分バスキャットの中では速い機種になると思うので、エンジンもヤマハの SH を乗せてますし、
すごく快適に船は使用させていただいてます。またあの魚探セッティングもすごく自分の思った通りの魚探セッティングをセッティングしていただいて、細かいバッテリー関係とかも全てがトータルバランスよく走れるようになっているので、ノンストレスで攻められるボートになってます。やっぱりトップリーグなので、トップカテゴリーなので、自分がどんだけできるかと、やっぱ自分も成長しますし、まあ負けないっていうのが一番かっこいいんですけど、負けて悔しい思いしてまた勉強になる、それが多分自分のスキルになると思っているので、まあこの先もずっとトップ50に居続けたいと思ってます。決勝は予選を5位で通過した早野武選手に密着。予選2日目終了時、どんな釣りをしたのか聞いた。予想としては、まあ、一番マックスのウェイト狙えて4500ぐらいの感触で試合を迎えました。で、まあ、連日4キロっていうのは一つ目標にして試合に臨んだんですけど、初日はまあ目標クリアして2位スタートで、今日はちょっとまあアジャストに失敗して、今日は3400で、2位からちょっと順位ダウンして5位っていう。そして決勝、トップ圏内の選手の成績次第ではまだまだ入賞が狙える。ちょっとやばそうですね、完全無風で。ちょっと昨日までは立ち木のでかい魚朝狙ってたんですけど、ちょっと日に日に少なくなってて、でちょっと今日は朝フラットエリア入って、まあ、とりあえず3号ぐらい釣りたいなと、ちょっと合間に大きいの狙ってっていう戦略で考えてます、はあ、さっき朝30分朝だけフラット行くって言ってたんですけど、ちょっとねやっぱなかなか大きいのが入らなくて狙って、時間短いんですけどね、ちょっとやっぱいいサイズが入る釣りやんないと、ちょっとやっぱ3500ぐらいも結構今難しい感じ、フラットではサイズが出ないため予定を変更し、朝一は立ち木のエリアへホバストレス探る。しかしやはりプレッシャーが蓄積しているのかバイトを得られず、シャローフラットのエリアへと移動。ここではホバストとダウンショットで探る。あれ浅そうだからね、いいサイズですね。やっぱり最終日っていうところで、まあ、プレッシャーも蓄積されて、まあ、魚の反応も結構シビアで、朝の2匹、まあ、700ちょっとの魚釣ったんですけど、食わせ方がこう見えた感じだったので、これはいけるぞと思ったんですけど勘違いでした。その後も一応同じ釣りでカウントは重ねられたんですけど、やっぱりサイズが下がったりとか大きいサイズが来なくて、で、まあ3キロにとどまったって感じでしたね、ウエイトが、はい。まあ、チャンスのタイミングワームにフォーミュラー振ったり、スーキャストもする中で、まあ、ちょっと振り直したり したりとか、ラインのリーダー補足したりとかっていうのは、初日と違ってワンランクぐらい、細いタックルっていうのは今日用意してました。はい、まあ、そこも使い分けて今日は釣ってった感じでした、はい、早野選手結果は5本で 3040g、 最終結果は7位と惜しくも入賞を逃した。今日使ってたメインの具がもうちょっと多分合ってれば深いバイトになったとか、バイト数が増えたとかっていうのもあったと思いますし、まあ、そういう細かいルアーの動かし方とかも、まあ、時間帯とかタイミングでもっともっとうまくやれた部分であったと思うんですよね。今回まず初日に
魚団トラブルとかもあったりして1時間ちょっとスタートが遅れてしまったんですけど、まあ、実際に向けてまず船の装備をもう一回見直して完璧にするっていうところはまず一つ。釣りとしてはまあそうですね、まあ、タックル面とか、過去のデータとか見て、本格戦に最終戦に向けて準備していきたいと思います。はい、で私が乗らせていただいている船がバスキャットのクーガー FTD っていうモデルなんですけども、やっぱりバスキャットのクーガー FTD といえばやっぱりスピードとか走破性っていうのが一番の特徴の船ではあるんですけども、ヒバラコってやっぱりすごいいろんなフィッシングスタイルが、できる湖なんですね。例えばシャローを流して、まあ、虫とか巻物やったりっていう釣りもあるし、沖のディープの釣りもあるしっていうあの湖なんですけど、シャローの釣りでは、走破性とかだけではなくてレスポンスよく操船ができるので、まあ、シャローの釣りがかなりやりやすいです。まあ、そういうディープの繊細な釣りをするときはパワープールを下ろしてっていうのを工夫すればディープもかなり精度高くできる釣りなので、僕はすごく気に入ってあの乗らせていただいてます。私がトップ50に出続けてる理由っていうのはやっぱりこの日本のバスフィッシングでやっぱり最先端だと思うんですよね、トップ50っていう舞台が。なんで、まあ、そこの舞台に、まあ、私はまあテックスっていうブランドで竿とかも作ってるんですけど、まあ、例えば最先端のテクニックのロッドが、トレールしながらテストできたりとか、そういうまあ製品開発もできるし、やっぱりその今最先端の釣りっていうのを常にアップデートすることができるんで、まあ、そういった意味で僕は出てるっていうのもありますし、個人的な意見としてはやっぱりトーナメントで一番になりたいっていう気持ちがあるので、今でも出続けてるっていうところになります。はい。